はいどうも、シャチュクです。まだチャンネル登録お済みでない方がおられましたら、ぜひこの機会にチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、早速本題なんですけど、タイトル見てびっくりした人多いんじゃないでしょうか。僕もね、最初めっちゃびっくりしました。そして、最初に前置きをしておきたいんですけど、これはあくまで僕の個人的な見解ですね。公式からは発表されておりません。 個人的な見解なので正直わからないところが多いんですけど結論から言うとですねつ森のデータ、2つ作るることができるかもしれません。次にその方法について話をしていきたいと思うんですけど「北米版」ってあるじゃないですか。「つ森って世界中で発売されてるんですよ。 その中で一番予約受付が早かったのが北米版なので皆さんご存知の方おられるかもしれないんですけどなんとか版なんとか版なんとか版みたいな感じでアツモリって世界中で発売されてるわけなんですが僕たちが多分買うのは日本版ですよね要するに何が言いたいかというと北米版と日本版のアツモリのソフトが全く別物としてスイッチで認識されていたとすると擬似的に 二つ島を持つことができるんじゃないかと思ってるんですよ。本作に関しては、一つのスイッチにつき一つの島しか作ることができませんよっていうことが公式から発表されてたと思うんですが、それってもしかすると、一つのスイッチにつき日本版の島が一つしか作ることができませんよっていう可能性があるんですよね。だから北米版を新たに買うことによって、一台のスイッチだけの日本版の島、 北米版の島まあ他の地域のまる版の島みたいな感じで複数作ることができる可能性がありますね確か日本版の島一つしか作ることができないけど他の地域のバージョンのやつ買ったらもう一個擬似的に作ることができんじゃねって思ってるわけなんです正直言ってここに関してはあくまで僕の予想なのでわかんないです それが本当にできるのかどうかは、まあ、誰かが試してくれたら判明すると思うんですけど、ただ現時点では日本版のあつ森も北米版のあつ森ももちろん発売していないので、正直ブラックボックスのところがあるんですよね、うん。発売してから判明するみたいな。ただもしね、本当に僕の言う通りに、1台のスイッチで北米版の島と、まあ、日本版の島が共存できるんであれば、まあ、もう1台スイッチ買う必要ないかもしれませんねっていう。ただ、 言語について全部英語になるんじゃないかと懸念されてる方おられるかもしれないんですけど、おそらくね、あれ、つ森って言語自由に変えることできましたよね。おそらく日本版でも、まあ、英語にできるし、北米版でも日本語にできるはずなので、多分言語については問題ないと思いますね。だからまあ本当に擬似的に2つ島を作ることができるかもしれないので、これ本当にできたらかなりでかいですよね。 どうなんだろういやー、もしかすると、この動画を見た任天堂社員に対策されてしまうかもしれないのでわからないんですけど、いやー、ちょっとね、できれば、一つのスイッチで、北米版と、日本版の島、または、他の地域のバージョンの島と、まあ、島じゃねえわ。他のバージョンの松森と、共存できればいいですね。いやー、マジでさー、これ気になるわ。気になりすぎるわ。 まあ公式が、まあ、正式に発表してくれて嬉しいんですけどね、本当は。北米版と日本版共存できませんようであったりとか、ないしは共存できますようであったりとか、ね、何かしらそういった声明を出していただければ、うーん、こんなに <laughs> 悩む必要はないんですけど、やっぱりそこに関しては発売してみないとわからないのかな。まあそういった背景があるので、 最初は北米版買う必要性ないかなと思って僕予約してなかったんですけどちょっとねよ北米版予約しようかな <laughs> もしまあ使えなかったとしたらまあプレゼント企画にしようかないらないし <laughs> プレゼント企画にしますわ、まあ、とりあえず多分北米版買うと思いますあとはまあ他の地域のバージョン買ってもいいかなちなみに今この動画を見てる方で他の地域のバージョンを買う方おられますか なんかね、北米版以外にもたくさんありますよね。<laughs> なんかありすぎてさ、正直、どこの地域があるのかわからないんだけど、僕も全部把握できてなくて。ただ、かなりの数あるので、本当に、それが実現できるんであれば、島をね、4個、5個、1つのスイッチで作ることできるので、かなり有用性高いんじゃないかなと思いましたね。先日、厚森の単独ダイレクトであったりとか、 公式ホームページで先行プレイ映像っていうものが多数公開されたと思うんですけどそこで明らかになったことって本当に一部ですからね割とねまだ明らかになってないことが多いと思っていて今夢見の館が僕歩いてるところであったと思うんですけどここであったと思うんですが夢見の館もね結局つ森であるのかっていうところ分かりませんからね継続してあるのかっていうところですね もちろんそこがないと夢訪問とかもできなくなると思うので、島訪問の難易度がね、かなり高くなるんじゃないかなと。実際にフレンドにならないと、まあ、島訪問しにくくなったりとかするので、結構困りますね。だから、夢訪問で形でなくても、気軽に島を訪問できる機能とかあればいいですね。本当になんか、島ごとになんか住所を割り振って、 まあ、夢バンチみたいな感じで。それを入力したら、もう自由に、行き来できるみたいな。うん。まあ、そういった感じにしていただければありがたいんですけど、どうなんだろうな。まあ、そういったね、話はさておき、あとはね、ポケモリとの連動性とかも、ダイレクトで指摘されていたと思うんですけど、そこについて具体的に、ポケモリとどういった連動性があるのかについても、まだ話がなかったと思うんですよ。そこね、個人的にすごく気になってますね。 僕ちょうど今ね、ポケモリやりだしたんですよ。なおさらだから気になるみたいな。ところで皆さん、ポケモリはやられてますかポケモリね、意外に面白いよ。最初ね、うーん、ちょっと課金する必要があるんだったらやりたくないなって思ってたんですけど、意外にね、あれやってみるとハマりますね。僕ね、先入観から課金あるんだったらちょっと嫌だなと思って敬遠してたんですよ。 それだったらもう別に飛び盛りでいいんじゃねって思ってて、飛び盛りずっとやってたんですけど、ポケモリね、意外に楽しいですよ。まあ今度動画もね、上げようかなと思っているんですけど、割と楽しいですよ。なので皆さん、<laughs> まだやってないよとか、これからやるよって思われてる方、ぜひね、やってください。うん、モリとも連動性あるから、何かしらね、ポケモリでやれることって結構重要になってくると思うので、アツモリ発売までまだ少し時間があるので、 今の時間に、まあ、やるっていうのもありかもしれませんね。まあ、逆に言うと、熱盛出たら、みんな熱盛ばっかりになっちゃうと思うから、ポケモリとか他のゲームやる時間なくなると思うんですよ。なので、今のうちにやるっていうのもやっぱ手かなと思いました。あと、話がちょっと変わっちゃうんですけど、今回ね、飛び森とかハピ森で作ったマイデザインも熱盛りで使用することができるということが判明しましたよね。だからまあ、熱盛りで、 使う用のマイデザインを今の段階で作るっていうのもありかなと思いましたね。まつ、あ、森でも改めてマイデザイン作ることできると思うんですけど、まあみんな今の時間、暇でしょう時間っていうか、今の時期か。多分今の時期、いろいろ暇だと思うので、まあ、時間あるんであれば、マイデザインの練習とか、あとあつ森で使うようなマイデザインを作るっていうのも一つありかもしれませんね。まあ、逆に言うと、あつ森出るまでそれぐらいしかやることないですからね。 まあまあそこに関してはねまた後日動画にまとめようかなと思ってるんですけどつ森出るまでにやることみたいなそちらの動画も後日投稿させていただきますのでもしね時間があればそちらの動画も見ていただければ幸いですはいまあそういった感じかなそして今ナチュラルにフルメタルくんをガンガン押していったんだけど実はね R パーカーズで住民に 物を買わせるる方法あるんですよね自分の出品したものの前に住民をガン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 押していったら一定確率でピコーンってなってこうやって買ってくれるんですよ僕ね割とこうやって買わせてますね住民にまあ悪いやつですよお誰か来たよーし買わせてやろう金づるだ金づるだみたいな感じでちなみになんですけど R パーカーズってつ森でも出てくるんかなどうなんだろう まあ、イーブルシスターズに関しては、ありますよっていう描写が、まあ、ダイレクトの時に紹介されたので分かってるんですけど、R. パーカーズって多分なくなるよね。どうなんだろう。逆に R. パーカーズいるってなっちゃうから、まあ確かに豆粒たちより高値で買ってくれたりとか、こうやって、まあ、バザーみたいな感じで出品できるっていう利点はあるんだけど、正直なんか、 割と豆粒たちと被っちゃってるからどうなのかなとここ思ってたんですよ。まあ、個人的には残ってほしいんですけどね。はい、まあそういったところで今日の動画はこの辺りで終わっていきたいと思います。まだチャンネル登録お済みでない方がおられましたら、ぜひね、この機会にチャンネル登録をよろしくお願いいたします。これからもあつ森の最新情報であったり、最新のニュースを動画としてお届けしますので、ぜひぜひよろしくお願いします。